今週のサンケイワールドビュー、皆さんいかがだったでしょうか。柿崎裕二監督はですね、警備会社を経営もされてて、なんとなくこう無人というイメージがあったんですけども、今日お話聞いててですね、昔のモノクロ映画がですね、こう心の中でこう色づくような素敵な映画がお好きだと、すごい文学的な素敵な表現だなと思ってですね、さすが映画監督という感じでした。これからアネックスに参りますけども、テーマは本編でも扱いました現代版坂の上の雲、その坂の上の雲をいただくというのが本日のアネックスのテーマです。では参りましょう。どうぞ。お疲れ様でございました。ありがとうございました。まあ、今日私の大好きな映画の話をね、はい、監督とこうやってね、はい、話させていただくのは本当に嬉しい限りでございまして。こちらこそ。今後もなんかもう一緒になんか私ももう原作努力しますんでね、はい、ちょっとね、僕は手掛けてもらいたい、本当監督に手掛けてもらいたいです、はいはい、この魂のこもったね、やっぱり作品群を見てるとね、やっぱこう感動する人やっぱり多いし、その感動をやっぱり伝えていきたいです、はい、自分は先生の本よく読ませていただいてますね。先生の本が原作で自分が映画を撮るというのはやっぱこれ夢ですね。いやいや、もう嬉しいですよ、はい、乾杯したい、乾杯したいなと思ったらなんでこれワインがあるじゃないかと。ここにワインがありますね。これこのワインなんで、これ実は柿崎裕二監督は、はい、ワインの映画ね、これも本編でも、はい、紹介させていただきました。ウースケボーイズ、ウースケボーイズです、はい、このワインについては、はい、実はね、これ経営されているセタというお店、はい、このお店の、所蔵するワインの種類、これ日本一。そうですね、2400種類ぐらいですかね、大体2400、なかなかないと思います。今年よりも多いんですよ。2400、はい、でその中でこう日本ワインだけで見ましても1200種類ぐらいですかね。1200、はい、で日本ワインだけでその1000種類以上を提供できるだけのワインがあるということですよね。これ今日お持ちいただいたこのワインっていうのは、はい、これは丸富士ぶどう酒さんが作ってる万力ルージュというワインなんですけど、これも、はい、もうピカイチな日本ワインです。万力ルージュ、はい、これ万力ってどういう意味ですか。これは土地の名前です。山梨県の山梨万力というところがあるんですけど、はい、武田信玄ゆかり の万力堤っていう川 その堤防ですね、うん、それの中に名前残ってますけど、その万力という地名から取ったワインですね。これ前にもねちょっとお話をいただきましたけども、はい、日本ワインというのは、はい、このブドウから日本、そうです、日本で栽培したブドウで、うん、で日本で醸造したワイン、これがやっぱり日本ワインと呼ばれるものですね。そうですか。いや、もともとね、はい、ちょっとそのね、日本ワインがこれは世界一になる可能性だってなくないんだよということで、一生懸命こう作り手の皆さんが頑張っておられるというお話をお聞きしてね、はい、もちろんウスケボーイズを見た時にね、いやー、ものづくりの国日本なんだよなっていうのを、いや本当そうなんですよ、ね、ビールもそうですしね、おっしゃられたウイスキーもそうなんですけど、日本ワインも単純にそのフランスとかアメリカと同じ土俵で勝負するというものではないと思うんですけど、日本ワインの一番自分は飲んでて素晴らしいなと思うのは、やはり日本の食に合うんですね。これなんだ、はい、例えば一般的に考えて、おひたしとかですね、はい、白身のお魚とかに塩とすだちとかでこう食べるとか、はい、ワインってあまり合わなさそうじゃないですか。合わなさそうな、じゃあもうどう考えたって合わない、はい、合うんですよ。合うんです。これ白じゃなくて、今言った白身のお魚に塩とすだちというのは日本の甲州という品種があるんですけど、はい、
あとすき焼きですとか肉じゃが、きんぴら、まあ、あの一般的な煮物とかもですね、合うワインいっぱいあるんですよ、日本のワインは。あ、そうですか。確かにね、あの神主さんに聞いたらね、はい、そのやっぱり土地のでできた水、はい、そこで作ったお酒だから、はい、またこれが日本人の味覚だとかね、そういったものに合うんだってことを昔聞いたことがあって、考えてみればね、このワインっていうのはもちろんお酒の種類が違うんだけれども、はい、日本でできたワイン、日本でできたブドウで作られたものだったら確かにそうだろうなと思いますけどね。そうなんですから、まあ、あのブドウワインというのはあの水を加水して作るものではありませんので、うん、本当に果汁だけを絞って、まあ、作られているワインじゃないですか。で、発酵するのにもやはり日本にもともとある酵母というのを使うわけですし、まさに日本のお酒なんですよ。いやですから、あの日本ワインってあるのとか、日本ワインって美味しいのっていう人、ぜひ飲ん、まあ、これもそうなんですけど、ぜひ飲んでもらいたいんですよ。僕ね、恥ずかしながらね、はい、監督に、会社監督に会うまでね、本当そう思ってたんですよ、はい、日本ワインってね、なんかボルドーだろうとかね、はい、ボルドーってなんかよく分かんないくせに言ってたんですよ。よく分かんないのに、まあね、白ワインだったら、まあ、ドイツのね、はい、あの辺りのとかって、はい、何あの辺りだって、どの辺りだよみたいな、そんな浅い知識でね、はい、まあ思ったんですけど、実は初めてこの日本ワインの本格的なワインを、味わわせていただいたのが鍵崎監督のお店の瀬田で、はい、ここで味わった時にジュースかと思ったんですよ、はい、あの本当にあのフルーティーな、はいはいはい、よくあのワインのボトルの後ろにこう、はい、フルーティーとか書いてあるじゃないですか、ね、書いて、はいはい、本当にフルーティーなんですよね、はい、びっくりして。これはあのでも主な品種はあのメルロと言いまして、あのフランスでもあの世界遺産になってます、あのサンテミリオンというところが有名ですけど、ああ、はい、そこであのよく使われている品種を使ってますし、またあのタナっていう補助品種、プチベルドっていう補助品種をブレンドして作られたワインなんですけど、本当にあの、まあ、日本、まあ、いろんな日本ワイン素晴らしいのありますけど、そんな方も自分はあの、まあ、これを好んでいつも飲ませていただいてますし、なんとですね、これはあの自分もそうですし、サンケイワールドビューをお邪魔させていただいている伊藤司、竹島優香もですね、実は栽培お手伝いからさせていただいてるんですよ、はい、自分たちがこう取ったブドウも入ってるんですよね。汗の結晶ですね。そうですね。でこれはあの、はい、醸造した方はあの竹島由香があのウスケボーイズで演じさせていただいた、はい、あの女性醸造家の方が実際作られてるんですよ。うひょー、あのぜひちょっと先生飲んでみて。いつ飲んでいいって言っていただけるのかなと思って待ってましたけどね。これちょっとじゃあいただきますか。ありがとうございます。うわ、全くのいわゆる美味しいよと言われるフランスのワインであるとか、はい、スペインのワインだとか、はい、そういったことも、もう変わらないっていうよりも、はい、あの今ね言われた日本食に合うっていう感覚がなんとなく下のこの両側でね湧いてくるんですよね。あ、なんだろうこれ。ちょっと例えば、うん、そうですね、あのお味噌を使ったような煮物とかですね、八丁味噌を使ったような煮込みうどんとかですね、そういうものにも合うと思いますし、何ですかね、まあ、大阪で土手焼きとかそういうのにも合う、土手焼きにも合うんじゃないですかね、はい、あでも美味しいですね。口当たりいいですね、はい、あの香りも非常にいいですし、もちろんその飲んでもあの本当に世界に出しても恥ずかしくない立派なワインだと。ブドウも日本で作る、あの全てその山梨で作られた、はい、確かにね、考えてみたらね、ストロベリーよりもイチゴの方が美味しいですよね。
いやそうです、オレンジよりも、はい、みかんの方が美味しいし、はい、外国のマンゴーで食べるマンゴーよりも日本のマンゴーの方が美味しいし、アメリカンチェリーよりも絶対に山形の佐藤錦だとかの方が美味しいって、美味しいです。あの日本でできるこの果物って何でもかんでも世界一にしてるわけだから、はい、ブドウだってそうですよね。そうなんですが、でもやはりかのヨーロッパの地でやっぱり5000年と言われているのは長い歴史ありますので、うん、そこに挑むには本当に並大抵の努力じゃなかったはずなんです。ですからそれを克服して近づく追い越せってやっぱりこのように素晴らしいワインになりましたんで、自分はある面においてはもうすでにそれを乗り越えていって新しい日本ワインというちゃんとジャンルと分野を確立したんじゃないかと思うんですよね。これ素晴らしいですね、はい、あそうですか。これちなみにあの先ほど紹介したそのセタでも置いてらっしゃる？もちろん置いてます。うわ、はい、これつかさ&ゆかって書いてあるな。いや書いてない。あびっくりしました。びっくりしました。書いてたらどうしようかなと思いました。はい書いて、はい、これ書いてたら高く売れますよね。これしかし、まあでもあの本当にあの何ていうんですかね、あのまあマンリキルージュというやっぱりこの今日本へというのはやっぱりその土地 の, その収穫された畑の土地の名前を入れたりすることが多いものですから、あのやっぱりその山梨県で採れたブドウで山梨で醸造して、やっぱりそ の, あの日本酒と同じで風土の味があるんですよね。地酒というんですかね、うん、もうそういう域にワインは達してると思いますので、ぜひ皆さんその何ていうんですかね、今なかなか自粛で外で食事できない方も多いと思うんですけど、あそうですよね、もう本当ご自宅であの今まで の, あの自宅で作ってた料理を作っていただいて、こういう日本ワインを合わせていただいて飲んでいただくっていうのも一つの楽しみというか趣ある一つのやり方なんじゃないかなと思いますね。なるほどね、はい、日本食食べて日本ワインを飲んで、はい、柿崎作品を見ると最高だと思います。最高ですよこれ。皆さんどうぞ、はい、おね、はい、試してみてください。加藤、ぜひぜひ今日はどうもありがとうございました。ありがとうございました。